1曲目リッスンという曲、ビヨンセさんの曲ですね。いただきます。あといけてるかな。Listen to the song here in my heart, a melody I start but I'm complete. Listen to the song from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dream to be heard. There will not be a sudden turn into wrong. Oh, 'cause you won't listen. リクエストありがとうございます。改めまして、大阪、東京、名古屋で、名古屋を中心に活動しているシンガーソングライターのサラです。今年はそれ以外にもなんか九州行ったりとかもしたいので、ぜひぜひ、インスタグラムフォローしていただいて、 SNS で拡散していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あと1月の22日に京都の東向こうにあるセカンドルームスさんで、今年初箱ライブ参加させていただきますので、ぜひその時はピアノ弾き語りとかギター弾き語りとかでオリジナルソングたくさん披露させていただくので、ぜひぜひ、ありがとうございます。来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。フライヤーぜひ受け取ってほしい。めっちゃ可愛く吸ってきたから、よろしくお願いします。雨止んでくれ。ちょっと次ね、多分この曲で知ってくださった方がたくさんいらっしゃるので、さっきもリクエストいただいたんですけども、僕が一番欲しかったものっていうマッキーさんの曲カバー
ちょっとね、2回目の方もいらっしゃると思うんですけども、聞いていただけると嬉しいです。この曲私すごい好きで、主人公が欲しかったものなんやろうって旅しながら、いろんな人と出会って、その人たちの笑顔に出会って、あ、僕が欲しかったのってこの笑顔なんやなって気づいていく素敵な曲です。よかったら自分の夢とか思い浮かべながら聴いてください。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということが分かった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った、素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということが分かった。惜しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見えて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し、最後には何も見つけられないままここまで来た道を振り返ってみたわ。槙原さんの僕が一番欲しかったものをカバーさせていただきました。改めましてシンガーソングライターのサラです。初めましての方もぜひ前にフライヤー置いてるんで手に取っていただけると嬉しいです。ちょっと雨に濡れちゃうんですけども、よかったら取りに来てください。3曲で交代させていただいてるんですけども、あとラスト、オリジナルソング歌わせてください。しずくという曲、今日ねオリジナルソングの CD も持ってきてるんですけども、この曲は同級生のことを思いながら書いた曲で、3年前にその同級生はね、自殺で亡くなってしまったんですけど、なんかその活動していく中でいろんな方から DM いただいて、生きるのがしんどいですとか、
何を希望に生きたらいいのかわからないですっていうのをいただく、なんか、悲しいんですけど機会が多かって、その時に何かこう寄り添えないかなと思って作った曲が雫です。いろんな意味込めてます。汗だったり雨だったり涙だったり、大切な人を思い浮かべながら聴いていただきたいなと。もしかしたらあの子も悩んでたかもなとか、今日笑ってなかったけど LINE してみようかなとか、ちょっとでもこう人を思いやる気持ちを頭の片隅に皆さんが持っていただけると、すごい素敵な世界になるんじゃないかなと思って作った曲です。聴いてください。音のない世界で一人、流れる雫は赤い、見えてる景色は暗い、ああもう疲れたよ、いつの間にか日が差し、黒くなった雫は今さらキラキラと輝いて見える。ああ綺麗だな、ずっと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 誰かにただ聞いて欲しかっただけなのに、きっと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 生きるのが怖かっただけなんだ。この曲 YouTube にもミュージックビデオ載ってます。ぜひいろんな方に聴いていただけると嬉しいので、ぜひ拡散よろしくお願いします。時は重い、過ぎてゆく日々を思い、降り続く雨は痛い、迫り来る夜が怖い、いつの間にか日が差し、
だけなの。ありがとうございます。オリジナルソング雫という曲をお届けいたしました。この曲さっきも言ったんですけども、 YouTube にミュージックビデオ載ってるのと、各音楽アプリで配信されてるので、ぜひぜひ聴いてみてください。詳しくはフライヤーに載ってたり、ここ大きくね QR コード貼ってきたので、ぜひ読み取っていただけると嬉しいです。フライヤーも手に取ってくれるとすごくすごく喜びます。よろしくお願いします。じゃあ次のアーティストさんに交代いたします。ありがとうございました。